なんか台風のカンタービレ奏法って、うん、教わったのも、はい、なるほど、カンタービレ奏法、これはカンタービレだからこの曲は、はい、うん、はい、あ、そういう奏法があるのか、うん、うん、とてもいい言葉だと思います。うん、この曲はもうカンタービレ、その言葉でですね、私今日感動的に締めようと思ってたんですけれど、取られちゃった。ちょっと良い、失礼しました。いい、冗談です、冗談です、大丈夫。あのカンタービレ大きく書いてみましょう。もう冒頭にカンタービレと大いに書きたいと思います。これはよくぞ聞いてくださいました、うん、ですると皆さんの楽譜の大体ありますよね、この曲の、なんて言うんだっけ、この曲のバッハの書いた剣字っていうのかな、日本語訳になってませんか。バッハがこの曲をやるにあたって前書きですかね。ここだと誠実なる手引きってなってて、グラビア行こうか、とりあえず学習希望者が2声部をきれいに演奏するだけでさらに上達になれば、3声部を正しく、そして満足にくいように処理し、それと同時に優れた学習インベンションを身につけて、しかも巧みに展開すること、そしてとりわけカンタービレの奏法を習得し、それとともに作曲に別軸をやるために明確な方法を示す、正しい手引き、アンハルト経典公宮廷学長ヨハン・セバスチャン・バッハの作、我々の主の年、主の年か、1723年に、ね、とりわけカンタービレの奏法を習得し、カンタービレという言葉をまさにバッハはもう冒頭に掲げているわけですね。バッハにおけるカンタービレという言葉を我々はよくこれを肝に銘じておきたいと思うんです。カンタービレなんです、インベンションは。ね、気学的なカコカコカコとか、ドレミファレミドソ、ドレミファレミドソ、ソラシドラシドレってカクカクカクって、なんかバッハはね、感情を入れすぎないでかっちり弾くのがいいって言われたりしたことがあるかもしれません。断固反対します。バンってやっちゃった今。断も何がかっちり弾きましょうですかって、もちろんいいね、いいテンポで程よいテンポ感と、でもルバートは入れたいですよ、要所要所でちょこちょこと必要なね、246の抑揚だったり不協和音だったりとかに対するちょっとしたルバートがあって構わないし、バッハは歌うんです。今歌っていただきましたけど、歌えるの結構疲れますねとか言って、長いですよねこの曲。ただもう歌ってなんぼ、特にこの曲なんか最後にして、もうこの順次進行が多くて246をやっていきましょうか、うん、非常にもう心に迫る、グッとくる、非常に美しいね。だから初級者が1番が終わって、じゃあ2番やりましょうかって言っても、よっぽど歌心の成長しているような人だったら、じゃあこれやってみますかっていうのもありかもしれないけれど、まだそのね、鍵盤で歌うとかそういうのもたどたどしい状態で、ドシドレミソラシラファって弾かせるのは、これはやっぱり避けた方がいいのかなと。これはもうね、その生徒さんというかその子のセンスというかを見ながら、歌心が旺盛な人ならね、あるいはそれを大きな課題としてやる曲かなと思いますですね。6があって4があって跳躍の、これでトリラがあって、ここら辺セーモールかな、でファファミファ、これは裏拍だからいいけど、ファが一応第4音なんです。プララだからいやだ、この4っていうのも一応感じられるかもしれない。これは第5音です。でこっちは4音だけど、だからといって
こっちはただの5でこっちは4だからこっちの方が大きいっていうのもこれも変ですよね。なんかなぜならこっちの方が音が高いから。だけどこの4っていうのは一応まあ知っておくといいかな。カッコしちゃおう。これ強くなりすぎると嫌だから。こんな抑揚でいかがでしょうかね。レミラありますね。これラがドレミファソラですね。レミ、ここも何か書けますね。あれ何か、これ何か何か書きたいことありません？ここで、ラドミ、なるほどなるほど、はいはいはい。でここは離しますよね。なるほど、うん、6度の和音。 OKOKOK。 その前です。これこれって、聞いては、うん、要するにまあ終わってるなって思うんです。で、ハーとツェーでこうやってあの伴奏してるんでまだツェーモールに聞こえますよね。で、左手っていうのはまだまだ続いてるから終止は関係ないけど、ここ、この右手は私は全終止ってしっかり感じていいかなと思います。で、ですね、で6度いいですよ。6度の A フラットメジャーみたいな音に明るく聞こえますよね。で、明るい蝶々っぽいのはまさに当たりなんですね。 S ドゥアいきますよね。ここにハーがあったらツェーモール。絶対このベーの瞬間は間違いなく S ドゥア転調であると、これは絶対です。だけどこの前のあたりからなんとなくこの第ラドレミファソラ録音だったのは S ドゥアの4にも聞こえるかもしれない。ちょっと前からだんだん明るさが感じられても構わないぐらいにちょっと言っておいて良いですか。まあ、まだまだツェーモールですね。うん、S ドゥアに無事に平行調に転調しましたね。やっぱり、うん、そう、 S というのは平行調と、単調の曲が平行調に転調するというクラシックの、うんと、なんていうの、黄金律。黄金律っていうと、なんだっけ、法律みたいな、ね、決まりっていう意味なんですね。黄金比と黄金律って間違えない方がいいんですって。黄金比、黄金分割っていうのは私のいつもやってる 0.618。 黄金律っていうと違う話で、なんかキリスト教のなんか決まり事みたいな、神が定めし決まりみたいな、黄金律っていうとなんかそっちらしいです。黄金比とそこ混同しない方がいいというちょっと余談ですけれど、ね、単調が平行調行くっていうのはだから黄金律、なんかそういうね、そういう決まりがあるという。だからロマン派以降、後期ロマン派になったり、すでにベートーベンでこの黄金律が崩れるわけですね。それが面白いと。え、そっち行くんですかっていう、そこでえっておこ、おぼ、あの、こっち転調するんだって言ってびっくりするのはやっぱり黄金律、この平行調転調である、普通は俗調転調であるっていう、そのそれが常識がよーくはびり、はびり、はびり、
へばりつく。はびこ。はびり。はびこ。はびこ。はびこる。はびこる。って入れると、その楽しみが得られるわけですね。そのためにも、うん、平行調だっていう、これはまさに大事な、大事な話なんです。とってもクラシックの勉強において。右手を調べますね。ラファシファソね、終わってますよね。これは全終止。ラファシファソとわざわざ書くとすると、もうこっちにも書いておきたいんです。このファシファっていうところで減衰していく、全終止とこの減衰するデクレッシェンドマークはもうセットというふうに私は今は考えてます。もうね、多分インベンション道場をやりながら10ヶ月ぐらい前からこれが決まってきたと思うんですけど、ね、全終止って書くだけだとちょっと物足りなくて、全終止ってことはその前に減衰を書くことで確実に全終止を表現ができると。半終止の前にはあえて書きません、何も。そういう差が、そういう表現として、はいはいはい、として15ヶ月1回おまけがあって16回やってるそうなんですけど、本当にお付き合いいただいてありがとうございますです。でも、うん、イメージをやりながら16ヶ月ですごい勉強ができたかなと。音楽的な表現っていう意味での全終止半終止っていうのがですし、で246の和声とか、これはね、皆さんの音楽力、演奏する力にすごいなってるというふうに、ね、聞かせていただいている時に私が感じますし、私自身も成長できてるかなと思いたいです。道場をね、まだコツコツやっていきたいわけですけど、さてさて、テミエスドゥは、まあこれ軽流音とは言わなくていいかな、わからないから、まあ、特に軽利音とか言わなくて、246はいかがでしょう。ここ出てきましたよね。どこにありますか、246の音って。うん、エスドゥアに変わってるから、ラの音、一番高い音ありますよね。ミファソラだから第4か。OK。3拍目、頭いかがですか ?6。シド。これも、これ6なんです。これ、これ3拍目、頭なので、これ私は、ミシド、大事にしていいかなと。で、その、ドミラーソ。これ、どっちが大事でしょう、どっちが、もうこのまま両方大きく書いておくのか、どっちかカッコにすべきなのか、両方カッコにすべきなのか、ちょっと歌っていただいていいですか。あの一拍目裏から、せーので、1、ミー、あ、オクターブ低くていいです。ミー、これどうぞ。ミー、オッケー、ドミラ、ドかラか、どういう抑揚を感じます。せーので、1、ミレミスミレゾ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 ミラって結構感じます。もう一回いいですか。せーので、1、ミレミスミレゾ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 。 OK、 いかがですか。ラの方が感じますね、ですね。OK。ドーミ、ドーミラって不自然ですね、きっと。OK。じゃあ、カッコはこっち。これは体感して出た答えですね。机上のなんとかじゃなくて、ね、やっぱりこの上に登っていくというこの音に、もうちょっとシドーミラ、長めに書いてもいいかもしれませんね。うん、うん。
昨日ね、あのね、はい、コーラスの、あの指導をね、刺されてね、はいはい、それでその六度跳躍っていうのが、うん、なかなかみんながうまくいかなくって、うんうん、その時にどうしたらいいんでしょうねって言って、はい、でもその胴のところでもあの胴をどう出すかっていうところで、うん、そのラーがもう決まってくるっていうか、いくら、はいはい、あの胴を出してからラーのこと考えても、うん、もう間に合わない、うん、ですね、みんなそうになっちゃうから、うんうん、だからどういうのかな、あの胴の方を上にラーの方を下にこう支えというかこうこういう風になるように、うんうん、ね、うん、そう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 ね、簡単にね、うん、はいはい、考える、うん、っていうことはやっぱりドミーラーソーファミリーじゃなくて、うん、ドミーラーソーファミリー、うん、だから私はね今そういうなんかこう体感がついてしまってるから、うん、だから全体が山の、うん、そう、私はそういう時にあのよくやるのがレミシードを、このドを歌ってる時に、ね、ラのポジション作ってるっていう、これを歌の人にはいつもおすすめです。ここで、ね、もうこうなってないと、ドミラーソラがドミラーソファドミラーね、ね、こうなっちゃうんですよね、うん、お、全くドが分かりますね。ドミラーソファどうもカッコで入れといてあげましょう。じゃあね、ここのね、ここの、うん、いいですね、いいですね、とっても、うん、ドミラーソファミレドシレソファね、ちょっとずつ下がってきてるっていう意味でのテンションの下がね、音量がね下がってくるっていうのは自然にあっていいですよね。ちょっと今それは何とも書けないんですけれど、ディミネンドと書きたくないし、レ、シは第5音、レ、ソ、ファ、ミ、レ、ド、シ、ラ、ド、ファ、ラ、ド、ファ出てきましたね。ここが、ラが4があって、ファが2があって、で、半周しという話は前しましたよね。ここも抑揚やらないで、レ、ソ、6から歌っていただいていいですか、せーの、シ、レ、ソ、ファ、ミ、オッケーオッケー、いかがでしょう、抑揚がどこでラドファどこで感じるか、もう一回いいですか、どうぞ。シレソファミレドシラドレ、オッケー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 、どうでしょう、ミレドシラドファ、ラはラドファ一回広がる少し広がる、うん、ですね。ところがフレーズ最後ですよね、うん、今ちょっと聞いてて思ったのが、ファミレドシラドファドレ、これが分かります、ラドファって、結構あのパワーが歌うときは跳躍だから。でもここでファーが大きくなりすぎると、ちょっとフレーズ終わりにちょっと実は意図してちょっと少なめにした方がいいのかなと、うん、終わりだよ、半周詞だよ、レーハテナでレーミーシードシーソーが、この跳躍がまた待ってますので、もう一回歌っていただいていいですか、あのどうぞ、シーソーリーレードシーラドバドレーシードシーソー、いかがでしょうね、ラドファをこれカッコにしちゃってもいいですか、でラですね、ラドファの方、この2に向かって長めに書くけど、ちょっとカッコ、今度は面白いですね。前の小説はドミラーはカッコじゃなくてちゃんとクレッシェンドするのに、次になったらラドファドレは少なめカッコになるなんて、で独自になるから、あの、はい、カレンズ、そうですね、という言い方もしていいですね。カデンツになっている、それも言えますね。ラドファドレ、左手のことをちょっと言っちゃうと、ロラミファソラ、このこれが4なんですよね。これだいぶラドファドレラド、うん、
左手は明らかにこのここで終わった音でぶつかるということも起こりますので、ここでトリラをなくしたわけです。我々は今日なしでこの弦12度という音程ね、こうなるとこれを軽流音って言うんですって。前もってかかってとどまった音が不協和音になるというのを軽流音って言うと、これが軽流音です。まさしくシドシラーシド、次もここは12度だから、あんまり軽流の意味があんまりないと。これこの7度を一瞬感じられたら、そしたらいい音楽家だそうです。この間ね、賀来さんと初めてバッハをちゃんとご一緒してすごい気にしてました、この不協和音のことで。こちらがそこがちょっといい、うん、意識が甘いと、あ、ここの不協和もうちょっと感じたいですとか、もうちょっと出してほしいなとかいうふうに言ってくださって、もうおっしゃる通りで、そこをこうね、それをすごいなんかやっぱりさすがですよね。そこら辺のツボは心得てるわけですっていうのが、この今書いたようなこういう部分。これを一人で弾きながらも、だからそっか冒頭にもう一個書くことがあって忘れたのが×、この不協和音の問題、これも全部洗い出してもいいぐらい、そこは私そういえばこの曲でやってないんですけれど、でもだいぶやってますよね、×の音。これも調べていくと、これ書くと本当なかなかいいところで×ってなるんですよ。面白いですよ、それを全部やるのも。ちょっとそれは今日はごめんなさいしますが、どこまで行きましたっけね。シレソファミレドシラドファドレ、これもカッコでいいか、この3拍目もう一回歌っていただいていいですか。ごめんなさい、せーの、シレソファミレドシラドファドレ、思いっきりラって強くやってみます。どうぞ、ね、わざとらしすぎますよね。これカッコしましょう、やっぱりもうフレーズの終わりだから、ここら辺は。はい、こんな感じです。レミシドシソー、とにかくシドシラー、もちろんですよね、シドシラーの第4でもあるし、ここに7度っていう、こうやって音程書いて丸するっていうのも一つ音楽性になると思います。7度、これだけでちょっと汚い感じですけど、ごめんなさいね。シドシラ、これすごい美しいですね。イレソ、このスラ書いてます皆さん、の楽譜ね。ソファだけ、そう、なぜでしょうね、これソーファもアクセントぐらいに考えていいです。スラ頭にね、ソーファラーソー、これだけ特別なんです。これだけソー、なんでしょうね、ソーファ半周詞、ラとドが歌いたくなりますね。ソーファって減衰した後に、しかも私には
だんだん反出身に感じられてきちゃった。ここね、エスドゥアの反出身感じられます。ここソーファ、これ同音があるから絶対ドミナントなんです。ハテナっていう反出身で、ラーミファソル4ドドっていうのがより強調されるかなと。ミファソラで第4音があってラーソード頂点の6はもちろん、ここでまた奇妙なことをやってみたいんですが、ビうまく書けるかな。こうしてこれ囲うと何始めるか分かりますよね。逆ヘミオラ、これ昨日考えてたんです。一強弱え、なんだ強と、あ、な強弱中弱強弱中弱、一でとで二でなんて言ったらいいのかな、1と2と3と4とって強弱強弱で来てるのが強弱弱強弱弱、1 2 3 1 2 3 4 5、本当は1 2 1 2 1 2、2つずつですよね、もちろん1 2 2つ2つ2つ、それが1 2 3 1 2 3、一瞬の1 2 3 1 2 3、3拍子が少し出てくるなんて考えてみるのはいかがでしょう。初めて書いたかもしれない、こんなことは。私はこれ誰かに教わったわけじゃないです。2拍子が3拍子になる、そんなヘミオラあるんですかね。ね、はてな、はてなです。ただちょっと感じられなくはないです。このスラーも、もしこうスラーで今考えた末に、でちょっとこれは他の場所だったか考えてたんですけれど、実はヘミオラ、逆ヘミオラ、三拍子っぽいものが出てこないかなって。どこだったっけな、どこだったっけな、あー最後だ、終わり、終わり2小節のとこ、終わりからここは一番終わりのところです。これです、ファー、ちょっと書いちゃいますね。ファーソファーが4ですよね。で反復音でファーってこうやってちょっとせっかくだから反復音のプララってやつですね。ミレソファラ、この頂点の音、これが6ですよね。ソラ、これはもういいや、あの弱拍だから、シラソファミレドシドソラファソソド、ここに、ここにあの することもちょっとできちゃうんです。ここ、この246の音で、あの遅くし方を、遅くする瞬間を私は見つけるっていうのをバッハでやり始めてるんですけど、ここにポコリッとで、トリラーでここでもうリタールドと、こんな感じで2段階でここでなんていうかな、
歩行者信号が赤になった、あもうこれは止まるな、でここで黄色信号、赤信号みたいな、ね、歩行者があれが赤になるっていうのは運転者にとってあって思う瞬間なんです、ね、あこれいけるかな、どうしようかなって考えるような瞬間で、それがここであ何か来るぞ、でも確実に黄色信号、これはもう絶対止まるんです、黄色信号が来たってことはっていう二段構え の, あの遅くするポイントっていうのをするとですね、1 2 3 1 2 3 1 2 3 4と、なんかここにちょっとしたこの表紙が崩れたような、だって2拍目裏にアクセントが来てるわけです、音楽的な、これが事実ですよね、事実なんです、ここに2拍目裏という弱拍に最高音が来ているという、この事実を鑑みると、なんとここは2拍子で動いている音楽の中におけるヘミオラがあるのではないかという、事実を私は見ている気がしております。これをね、これを感じてみるの面白いかなと、いかがでしょうかね。するとそれを応用してみとると、まあこの場合は、スラを書いたのは、これが、これをバッハが、これを望んでいたとしたらいかがでしょうね。なんでここにスラを書いたって言ったら、ここで一瞬終わらして2拍目裏を強くしてほしいと、もしバッハがそうしたいためにスラを書いたとしたら、それを今日この場で発見したっていうのは、そのうち文化勲章をもらえるぐらいの、なんのこっちゃ、まあとにかくちょっと私は嬉しいですけど、いかがでしょうね。スラがあるわけです。でも書いていきたいけれど、まあだんだん尻が詰まってきちゃった時間の、ソースイラシ、Sドア、ウォトトで S です。ソースイラシ、ミソファソ、ドレミファ、ゲシド、六、ドレミファ、レミファソ、ミファソラ、またありそうだ、シラド、シラソファラレ、んと、ミファソラシド、ミファソラシラドシソラシラド、これもコーラスって今さっきおっしゃったので、ミファソラシラドシラって落ちるとラドラドドが高くならないっていうことがあるんですって、ミファソラシラドラで落ちたって思わないで、シも高いままラシドまでつなげる、音がぶら下がることがあるんですって、そんなこと思って今長めに書いたんですけど、ここも逆ヘミオラかあるのかしら、1,2,3,1,2,3、まあ、無理しなくていい、無理しなくてもいいかもしれませんけど、そんないつもやらなくてもいいですけど、こうね、角になってるこの行き着いた音、折り返しの音っていうのは我々音楽性を感じられるところです。まあちょっと左手もついでに、んどしらそファシファシ、これは大事な、頂点がずれてますよね、ど同じドの音で、で右手をしらそファラ、こういうのは音階の途中だからやらなくていいと思います。そのまま降りてきてレーで終わりになるっていうことは、これは何印か、同音だから半周詞ですね、ですね、半周詞で、Sドゥアでいいかな、ここで Sドゥアで左手を置いてきぼりにしてるんですけど、でも、ここ
始まるんですよね。ここからテーマ、これはた感じしますよね。なんかおしまいという、おしまいにすごくしたい気がします。なんか全集詞、ただでが残ったままであると、はてな、全集詞はてな、なぜならでが残っているから。ところがで、ゲームオールです。はい。ソラシ、ここは確実ですよね。アーになアーが出てきている。ここは確実にゲームオールと書けます。で、ここで私が考えたのは今、こうしたらエスドゥアの全集詞ですよね。でもこの瞬間。これレとソで、もうここでゲームオール、ソール、ここでちょっとゲーっぽい音がしてるんです。だからちょっとここら辺でゲーを感じてもいいかもしれない。するとこれはゲームオールにとっての第6音になる。だけどカッコしちゃおうかなと。ゲームオール店長もカッコ、もうグレーゾーンをずるく使いますけど、これ微妙なところですよね。これエスドゥアなの、あれ、うん、ゲームオールかな、うん、あ、うん、これは確実にやっぱゲームオールだわ、うんってなるんですけれど、っていうような、エスドゥアからの、ここもまだ、これもゲームオールだと6になるんですけど、レソレミドレ、これもまだまだあまり濃くないと思います。カッコ、ゲームオールの第6音だとすると、Sドアだと第1音ですよね。レソレミドレシド、右手が終わったのか、ミドレ、もうミーファドソラシドレミー、これはもうゲームオールのミーファミヨ6音4音、6音、このね、で弦7の跳躍があるというこのテーマがあるわけ。レミドレシド、もう両手になってきちゃうな、だんだん。シドは6を1、6で停滞する。ソファラドドシド、この跳躍して降りてきた時の6、ドシド、ファミレシミファソソってのはもう、もう全終始してるでしょうね。こういうこの右手はきっと全集詞に聞こえる。246がとうとう両手になってきましたですね。この調子でちょっと進めさせていただきますね。すごい跳躍する、跳躍するから絶対全集詞です、これは、ね、でゲームオール、ソファソラシレミ、ソラシドレミ、6音4音6音で、ここ弾きにくいところですよね。どうせっちゅうねんって感じですどうしたらいいんだろう。チェンバロだったら2段に分けて弾ける、
瞬で話す。これがレミレが一瞬。こっちの方が大事か。右手を右で話しましょう。右ってここで一瞬で話す。で、この後でこの辺りにレ、この後にレミレっていうふうに。ダリラーだからこうか。え、イダリラダリラダレミレリファレミレ、え、何分音符だろう。レミレファだからこれが普天になっ、あ、こっちか、間違えた。普天になってこれがあ、ダメだ、わかんない、何分音符か。いやいやいや、関係ない、ごめんなさい、この普天関係ないや。これが普天16部になって、こっちが32部。レミレかな。あ、ダメだ、ちょっと音か、まあ、ごめんなさい、ちょっとこれあとで、あと、うん、右手を離せば弾けるということが今ちょっと弾き方の問題になっちゃいましたですね。ドドンドンですね。で、ここが降りてきた時の4の音は括弧すると。で、反復音もあるってこともありましたね。ファミレラスノラソラミー、これはアーティクレーション離して。ミーって下に向かってクレッシェンド、あえて分かります、クレッシェンド真横に書かずに下向きにガバって書いて、スラーシーミーと、なんかこういうクレッシェンドの向きっていうのもどっかの作曲家がこうやってこだわってクレッシェンドの向きまで書いてる人に会ったことがありますけど、ミードファないですよね。というわけでここも平行調、やっぱり平行調なんです。に、だから前半と同じですよね。前半って言っちゃったけれど、前半のカノン。はは、なるほど。ここはここからは。後半のカノンというふうに考えてみてもいいかもしれませんね。後半のカノンが始まったぞっていう、左手からそういうふうに、うん、考えるの面白いかも。うわー、ミドファドレ全周詞してベドゥアになっているねと。レード、ね、そう、でさっきやりましてね、ファーソ、6はカッコするんですね。ソーシーミーの4に向かって大きくクレッシェンドしていて、でミーソードソっていうのはこのおしまいの部分はカッコで、どっちもミーおしまいだから、フレーズの終わりだから、ミーソードソラーで半周して考えて、ラーシーもちっ小さな全周詞っていうふうに考えて反復音して、さっきやった通りです。ちょっとどんどん進んじゃいますけど、で反復音の括弧の4とドヨシラーシが全周詞して、ここでここでそうアーティキュレーション切れて、ミーがこれが、何でしたっけ、第4音になって
ドファドレで全終始しておしまい。ベドはシファソファレファソファミシドレミファセラレドミレソシドレミファソ6音6音に向かって長いクレッシェンド。シオファミレドファミファラーっていうのは同音だから半周詞っていうの。ラーシちっちゃな前ありましたね、カッコで。ファソファレファソファミ右手のシドレミ第4音があって、こんなもんかな。レスソシミレドソシミレドっていうのも歌いたいな。なぜかというとファソが第6音、ソーシーミーシドレミーでしたね。でカッコでしたね。ソーシーミーレドシドレファレドルシドレソファミーシドレミーはここはフレーズ最後だからミーソードーソーはちっちゃめに感じて、サブドミナントドミナントシファソファレエファミファシレドレソーラシドそ、これ一番下の音が6になる。ソラシドラシドレベドはですねシドレミファミソファミ、ここがまたそう長くやる長いね、2拍目裏のヘミオラかもしれない。ファシラレドミレソファミレドファミファ、これも6ファミファラーで終わってるから半周詞。ドファミファレドシラ、あ、転調しましたね。ね、もうピアノ音出さないでちょくちょく書いちゃってあれですけど、ゲームオールでしょうこれ。ドファミファレドシラレドミレミがシドレミ、一応ここに6があってミ、こっちのも左手もね6がずれてずれてって出てくるパターンが一小節前と同じです。多分シドレミファミソファソファミレドファミファレソファスじゃレドシダレドミレミレドシラレドレ、今左右混ぜて言ってるんですけどね、分かったかな。ミレミレドシラドえゲームオールドシラドファが出てくる、あららら、もうゲームオールおしまい。何かドシラドファはもうゲーではない。だけどこの曲はツェーモール、時間がない、ツェーモールの音としましょう。これはドシラドファできっと最後ドミナントになってるから半周詞です。これここがドミナントだから、この C の音が同音ですよね、ツェーモールの。ファーはハテナの感じがあると思います。ドシラドファー、あーごめんなさい、ハテナのミレファミレラソファミレ、もうあー戻ってきたなという第6音まで長いクレッシェントになってる。シーファーミレ、このねこの4なんていうのもカッコで5度の跳躍でで降りてきて降りてきて、ソソっていうのはあのオクターブ跳躍で先急ぎます、半周詞にします。これなぜならソソこれドはおしまいの音じゃなくてね、ソソドレミファソって始まるのおかしいですよね。こういう時にここが半周詞である、半周詞であって、これはハテナ、ここからフレーズはちゃんと始まってるっていう風に半周詞がすごいここは効果があると思います。で4があって、で同じように6っていうのがカッコであって、でもう時間ファがあって6があって、もう同じですね、同じです。ファラファファラミファミレドシアソファこれはどうしようかな。
なってるようにしたいんだったら、ここのファー4拍目のこれカッコぐらいでこのサブドミナント感じられるかもしれません。でファーミーファーソードはもう絶対に全終止ですよね。これはもう白黒はっきりして全終止であると。右手はミレレドレミレドレ全終止とか関係なく、もちろんトニカだけど終止形じゃなくてあれそのまま続くという、左手のみちゃんとした全終止、右手はまあ書かずに置きましょう。おっと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 、なんだこれ。あ、最後になんか触って最後の最後に字が出なくなった。出た、戻ったはい、こんな感じで最後は突貫工事みたいに、よいしょ、いろいろ、よいしょ、あれ、よいしょ、先へ行け、よし、こうして保存して、はい、そしてこれを出してこう、あー、めくりお願いしていいですか。よいしょ、ここに座り、この矢印で、うん、これそうそう、右でちょっとずっとやってみてください。で最後までいくと思いますので、はい、やってみましょう。最後15曲解析とりあえず終わりました。16ヶ月かけて本当にお付き合いいただいてありがとうございました。飽き飽きといたします。次回からはベートーベン行きましょう。よろしくお願いします。